それでは後半の授業に入りたいと思います。でまず最初に先ほどの前半の授業の最後でちょっと誤りがありましたので訂正しておきます。先ほどの最後の命題のところでその括弧2番のところで PJ が A に収束するということが来ましたけれども、この時にこの J をこれ A に近づくという書いてしまったんですが、正しくはこれ無限大の記号ですので直しておいてください。よろしくお願いします。では次に多変数関数の話に入りたいと思います。でまあ、今更のようですけれども、一応まあ関数とかですね、定義域とか値域とかグラフという言葉の、まあ、春の1年生の微積任務やったと思いますが、一応復習しておきましょう。一応ここでの話は N 次元ユークリッド空間の分集合、まあ、D というのを考えます。まず最初にその関数は何だったかということなんですけれども F がその D 上で定義された関数とは、まあそこまでもったいぶって言わなくてもいいことはいいんですが、一応きちっと定義を確認しておきますと、F は D 上の各点に対して、まあ、R の値というのは実数値ですね。実数値を、ただ一つ対応する規則です。もちろんその数学ではここがですね実数値じゃなくて他の例えば複素数値ですとかそれから他のものになる場合もあるんですけれども、一応この皆さんが学んでいるまあ春学期の1変数それから秋学期の多変数の微積分の範囲ではここの値は実数値に限って話を進めます。でこの F のことをですね、よくその F は関数であるということを表すときに、こういうその D と矢印と R を並べることによって、
から D から R への関数という説明の仕方をします。それから、まあ、さらに詳しく書くときには、この D の弦 P がどう移るかっていうのを書くのに、この記号でこの P が D に属する D の弦であるということを表します。で、こちらの方では、この FP っていうのが R の弦、すなわち実数、一つの実数であることを意味します。で、集合から集合への対応は、長い矢印で表すことに対して、集合の弦から弦への対応は、それよりもちょっと短い長さの矢印で、しかも矢印の視点にこうピッとこう線が入った、こういう矢印を使って表します。まあ、これでこう集合同士の対応と弦同士の対応を区別していますので、まあ、数学の先生はよくこういう図をですね、予告なしに使うことがありますので、皆さん驚かないで、見てください。まあ、分からないときにはすぐに質問すれば、大概の先生はちゃんと親切に答えてくれると思います。で、まあ、こういう記号で表すと。というのが関数ですね。まずこれが関数の定義で、で次に、まあ、定義域と地域という言葉なんですけれども、まあ、括弧1においてっていうのは、今定義した関数においてですね、まあ、この D のことを、F の定義域まあ英語を使う人はほとんどないと思う使う人はほとんどないと思いますがドメインと言います。それからこれはどういうことを言っているかというと、まあ、実数の中で、この F、この D の各点がですね、F で移った先のことを言います。一応 D というのがあって、まあ、実数があって、で、こう D の点をこう移すと、より移すと。一般には、この D のすべての点が移った先っていうのは、この実数 R の部分集合になるわけですね。で、これのことを、F の、まあ、地域と言います。まあ、英語ですと、レンジって言いますけれども、そういう説明、言葉がありますので、確認しておきます。で3番目に、まあ、残った言葉はグラフという言葉なんですけれども、まあ、括弧1の、まあ、F と、それから、すみません、ちょっといいですかね。括弧1の F に対し、次の集合を考えるんですけれども、先ほどこの集合 D っていうの、D の点っていうのは、その N 次元のユークリッド空間の点だったんですが、ここではその変数、文字を1個増やして、N プラス1、1個目を考えます。
こうですね。で、しかも、この N プラス1番目の点というのは、この F の定義域 D の点を F に代入して得られたこの実数値としますね。で、まあ、これだけ見るとちょっと よくわからない人もいるかもしれませんが、もう少し具体的な例を後で示します。で、まあ、これを F のグラフというと。言ってもなんかピンとこないですよね、きっと。ピンとこない人もいます。いるかもしれませんね。で、じゃあ、例えば具体的に、そのどういうふうに書くかっていうと、そうですね、今 F をですね、二変数の関数として X2 乗プラス Y2 乗、こういう関数を考えましょう。で、この時に X と Y と、それから X2 乗プラス Y2 乗、こういう点の集まりを考えるとしましょう。ちなみにこの関数はあの R2 全体で定義することができますので、この関数の定義域は R2 となって、で、まあ、こういう集合が得られると。で、こういう集合というのは実際具体的にはどういうものかというと、実はこれはあの皆さんがよくグラフと呼んでいる図形そのものなわけです。と、 X、 今の場合 SXYZ がで、その中にこう点を打ちなさいと。どういう点かっていう と、X と Y とに対して Z 座標は X2 乗プラス Y2 乗ですよと。例えば原点だったらば00だったらば Z は0ですし、それから、そうですね、XY が11だったらば2になりますというふうになって、でこうやって点を打っていくと、実はどういう形ですかね。この点の集まりが実はこういう点集合になるわけです。で、これは皆さんがよく知っている Z イコール X2 乗プラス Y2 乗のグラフと呼んでいるものです。ですので、まあ、ちょっとこのグラフの形式的な定義っていうのはなんかあまりピンとこないかもしれませんけれども、まあ、こんなふうにこう具体的に例をやってみると、まあ、確かにあのこのグラフ、このこういう定義の仕方をしたグラフっていうものは、実は我々がよくその、あの数学での授業なんかで描画しているこのグラフそのものであるということはわかると思います。まあ、ちょっとまだピンとこない人はまた他の例をやってみるとか、後でまた質問などしてください。なんかありますか？質問など。一応以上が、その、まあ、の我々がよく使っているその関数に関するあの言葉の意味の確認です。で、次にやりますのが、あの関数の極限という概念ですね。で、まあ、あの微分を考えるときにはその関数の極限が出てきますので、やはり考えることになります。で、説明を始める前に一応あの注意を述べておきますと、この関数の極限
がのですね、多変数関数における関数の極限の概念では、その一変数関数の時になかった、ことをですね、いろいろ考えなければならないことが出てきますので、まあ、その点注意しておいてください。で、じゃあ具体的にどんなことに注意しなければならないかというのをこれから説明したいと思います。この例、今回取り上げる例なんですけれども、まあ、教科書の例題を取り上げています。教科書の128ページの例題 4.2 の括弧1ですね。これを取り上げてみましょう。ここの例題では関数が次のように定義されています。fxy が x2 乗プラス y2 乗分の 2xy と。で、一応関数を与えられたときに、その定義域を確認しますと、このfxy というのは有理式、まあ、分数でもいいと思いますが、まあ、より専門的かきちっとした言葉で言うと有理式と言います。有理式というのは分母と分子に多項式がある式ですね。で、有理式を考える場合にはその分母はゼロにならないことを前提にします。でないとこう全体が発散して意味がなくなりますので、そうしますとこの場合はその原点でこの分母がゼロになりますので、まあ、原点以外の点でこういう fxi を考えるということになります。で、これにおいて、じゃあその xy の点がですね、その原点に近づくとき、原点に近づくときの、この fxy、この fxi の値がどう振る舞うかということを調べます。一応皆さんもその微分を定義したときのことを思い出すと、その微分というのはそのある点でその fx、一変数の倍数で fx を微分したんですけれども、そこではその、まあ、x の値をですね、ある a にどんどん近づけていったときに、この f の値がどういうふうに振る舞うかということをこう見るわけです。で、同じようなことをここで今度は二変数の関数でやってみようというわけです。で、ここでその多変数の場合にその一変数と異なるっていう話をしたんですけれども、何が異なるかというと、実は先ほどその点列の収束の話をしたんですが、その時に出ましたように、そのここでは xy っていう点をこう原点00に近づけていくんですけれども、その二変数の場合ですと、まあ、いろんな近づけ方があるということに注意してください。いろんなっていうのは、例えばその近づける方向とかですね、大丈夫ですか、見えますか、方向ですとか、それから近づける、こう例えば直線上で近づけるとか、あるいはその回転しながら近づけるとか、そういったその同じ原点にこの xy を近づける上でもいろいろな近づき方があるということに注意してください。で、それがですね、こう近づき方によって実はこの fxy の値がこういろいろ変わってくる、極限値が変わってくる場合があるというのがこれから説明する話です。で、まず最初は、直線 y イコール x に沿って
近づける場合というのを考えましょう。まあ、この xi 平面上でこの fxi を考えるわけなんですけれども、直線 xy イコール x 上にとって近づけるということですから、まあ仮にこの直線上の点をですね、まあ tt とでも置きましょう。でそうしますと、この点 xy を0、0に近づけるときに、この直線 y イコール x とって近づける場合はどうすればいいかっていうと、この x と y の値を同じ値にしながらこう近づければいいってことですね。そうすると、この xy をそれぞれ tt と置いて、で、こう t を0に近づければよいということになります。で、実際にじゃあこの fx、ここのですね、この例題出した fxy に対してこういうことをするにはどうすればいいかっていうと、fxy のこの x と y 両方にこの t という変数を代入します。ですので、まあ、f の tt というのを考えるわけですね。そうしますと、x と y 両方に t を代入しますので、分母は 2t2 乗になって、で、分子も 2t2 乗になって、で、分母と分子が、を、まあ、約分すると、まあ、1になります。で、このことはまず何を言っているかっていうと、この、今与えた関数 fxy っていうのは、直線 y イコール x 乗では常に1を、1の値を取るということを言っているわけですね。まずそこをチェックします。で、その上で、この、点をですね、こう、原点に近づけるわけです。原点に近づけるには、この t を0に近づければいいと。ところが、この直線上では常にこの fxy の値は1ですので、これは t を値を0に近づけても1で変化はありません。まずこのことを押さえておいてください。すなわち、この今取り上げている例題の関数 fxy では、その、直線 y イコール x に沿って点を原点に近づけていったときの極限値は1であるということに注意してください。じゃあこれ以外の近づき方で 何種類かやってみましょうって話なんですね、次。で、今度は次は、x軸に沿って近づけてみましょうと。x 軸は、その直線の式を書きますと y イコール0になりますので、じゃあ x 軸に沿って近づけます。そうすると、じゃあ先ほどと同じようにこの x と y ですね、こうなんか変数 t を使ってなんかうまい値を代入すればいいわけなんですが、まあどういう値を代入すればいいか分かるでしょうか。x 軸っていうことは、ここにありますように y イコール0なんですね。ですので、まあ、x は t で良いでしょうと。で、x 軸上では y は0ですから、y には0を代入します。と置きまして、t を0に近づけます。これでいいですか。一応ちょっと皆さんに慣れていただきたいのは、その、例えば直線何とかに沿って近づけるとか、それから x 軸に沿って近づけるっていう場合に、こう、それを、こう、数式で、
x と y に関して、このそれを x と y の座標を t を使って表しているということに注意してください。で、今度はこの時のその fxy の振る舞いというのを見るわけなんですが、先ほど括弧1番と同じように f の今度は t0 を求めればいいわけです。 f の t0 を求めますと、一応これ皆さん代入すればすぐできると思いますけれども、分母は t2 乗、一方で分子はこれ xy の積がありますので0になります。そうしますと、実はこの fxy というのは x 軸上では常にその値が0であることが分かります。ですのでこの場合は、その仮にこれですね、この x 軸に沿って原点にこう点 xy の点を近づけていったとしても、関数の値はまあ、ゼロに近づくというか、ゼロまで変わりないということが分かります。ここまでいいですか。一応、二通りのその点の原点に近づける近づき方をやって、まあ、二通りでその関数の極限値がまあ異なるわけですね。で、じゃあ、ついでにもう一通りやってみましょうって話です。もう一個は、原点の周りを回りながら近づくというのをやってみましょう。今度はですね、今度は極座標でその座標平面の点を表示します。極座標がピンとこない人っていますか？一応ちょっと説明しますけど、もしそういう人がいれば。皆さん大丈夫です。大丈夫ですか？極座標は。大丈夫ですね。はい。じゃあ、まあ、極座標と置きまして、で、この場合は、その、まあ、R ですね、原点からの距離が R ですから、その R を0に近づけると。それから、θ、変角の θ の方はぐるぐる回すってことにしますので、θはどんどん大きくしましょう。で、そこでこの fxy がどういう振る舞いを見せるかというのを見てみます。そうしますと、今度はその f、fxy の f に、x には r コサインシータと、それから y には r サインシータを代入しまして、計算しますので、実際に計算しますと、分母が r の2乗と、それから分子が 2r2 乗、まあ、コサインシータ、サインシータとなります。で、そうしますと、r はちょうど分母と分子でキャンセルするわけですね。それから、ここ、分子の部分は、これ、倍角の、三角関数の倍角の公式を使いますと、サイン2シータになります。で、これはどういうことを言ってるかというと、その、
この関数 f の値というのが、実はこう極座標で見たときに、その変革のみによって決まるもので、その原点からの距離によらないって言うんですね。で、こうセータですか、セータですと、サイン2セータですから、どんな感じなんですかね。まあ、とりあえずこうちょっと正確な図はここでは書けないかもしれないですけど、この Z 軸の周りにこう波打つような、回りながら波打つような、そういう関数になります。で、実は昔ですね、今の皆さんの時代にはもうないかもしれませんが、我々がこう幼稚園ぐらいの時代にはシャンプーハットというお風呂の道具がありまして、それはなぜかと何かというと、そのお風呂でシャンプーをするときにこう目にシャンプーが入って染みないような、そうい こう頭につける帽子のような器具だったんですね。実はあのシャンプーハットはですね、ちょうどこの関数のようにこう波打ってるんですね。この変革を変えた分だけこう波打っていて、でそういう形をして、ちょっと特徴的な形でした。まあ、もしかすると何でしょう、ウェブで画像検索でシャンプーハットなんて言うといろいろ出てくるので、皆さんも出てくるかもしれません。まあ、それはいいんですけれども、この手の関数の見るとですね、僕はどうしてもそのシャンプーハットを思い出します。で、ちなみに僕自身はシャンプーハットは使ったことはなくって、その代わりに親にシャンプー仮面というのを買ってもらいまして、でそれはこう水中メガネ、ゴーグルのようにこう目の周りを回して、こう目にシャンプーが入れないようにするような器具だったはずなんですけれども、実際にシャンプー仮面をつけて頭を洗ってもらったら、普通にお湯が目のところに入ってきて目が染みた思い出があります。まあそれはいいですけれども、一応まあこういうこう Z 軸周りにこう波打つような関数になっているということで、まあ、この場合ですと、極限値を持たないということになります。ということで、一応ここの例を通して何を言いたかったかというと、その多変数関数ではまあ、例えば今の場合、原点に近づけるっていうことを考えた場合でも、その近づけ方、異なる近づけ方によって、その FXI の極限値が異なったりとか、あるいはその極限値が存在しない場合もあるということが、その関数によってはあり得るので、まあ、注意する必要があります。で、多変数、そういうことがありますので、多変数関数の極限値を考えるときには、その XY がまあ、どんな近づき方をしても、今の場合ですと、例えば、まあ直線 x イコール y に沿って近づくとか、x 軸に沿って近づくとか、あるいは原点周りを回転しながら近づくとか、そういう近づき方によらずに、fxy がその一定の値にその収束する場合に、その多変数関数の極限が存在するというような言い方をします。で、そこに注意してください。一応このことを踏まえて、その多変数関数の極限値の定義をします。
で、説明に入る前にちょっとその定義の番号について一言コメントしておきますけれども、まず教科書の定義をそのまま引用するときには、その教科書の今第4章にいますから、それに沿って定義の 4.1 とかそういう番号をつけます。で、一方でその教科書に定義っていうふうに明示的に書かれていないものを書く場合には、その番号なしで書く場合もありますが、今回はその定義が2個独自のものを続けますので、一応便宜上この1という番号を今つけました。ですので、これは僕の授業で一応説明するための定義の番号ですので、そのつもりでいてください。で、まずその極限値の定義に入りますが、この F をその N 次元ユークリッド空間の部分集合 D 上で定義された関数とします。ちょっとこれはちょっと誤解を招くかもしれないので、 D を Rn の部分集合として F を D から Ra の関数ということにしましょう。すいません。で、この時にF が D の点 A で極限値を持つ。極限値 α を持つですね。すいません。というのを次のことで定義します。点列 PJ を考えるんですけれども、これは D に含まれる点列ですね。で、しかも、A はこの PJ、この点列に含まれないことに注意してください。で、この点列が次の条件を満たすときにことを言います。もしこの点列 PJ が点 A に収束するならば、ここで数列を考えます。この PJ を F で写したやつですね。PJ、F に PJ を代入したもの。F に PJ を代入すると、この一個一個は実数になるわけですね。そうすると、ですので、例えば、P1、P2、P3 で、まあ、A に収束する点列を考えますね。で、これそれぞれをですね、F に代入したものを考えます。そうしますと、F に代入したものは、これ実数ですけれども、この実数上で、F の P1 とか、F の P2 とか、F の P3、まあ行ったり戻ったりするかもしれませんが、そういう、こう数列になります。で、当然、この A という点も F で移せばどっかに
その FA というのは存在するわけですね。で、この時にその極限値を持つというのは、この PJ、 この PJ が A に収束する線列であったときに、この F で移したこの数列ですね、これが J をどんどん大きくしていったときに、その、この F の PJ が α に近づくと。このときに、この F が点 A で極限値 α を持つという言い方をします。でこれを P が A に近づけた時のその FP のリミットが α と書きましたり、あとはまたはP が A に近づくとき、FP は α に近づくといったような表し方をします。ちょっと見づらいですかね、すみません。こういう形になりますが、見えない人がいたら言ってください。大丈夫ですか？それで一応その F の極限値というのはそのまあこの場合ですとその F が P 点 A に収束するまああらゆる点列を考えて、その点列をこの F で実数上に移したときにまあこういう数列ができるんですけども、その数列が α に収束すると。あ、そうか。すみません。これ、正確に書くと、ここは α ですね。すみません。ここは α です。で、α に収束するときに、この点列が極限値 α を持つという言い方をします。それでちょっとそうですね、この極限値の定義の仕方の、まあ、言い換えたものもあるんですけれども、皆さん春学期の時にイプシロンデルタ論法というのをやりました？一応説明を受けましたか？はい、分かりました。じゃあ一応参考までにこの今のですね、その点列関数の収束の定義をイプシロンデルタ論法でも言い換えたものを説明しておきます。
で、これ実際に教科書にはですね、128ページの定理 4.2 として載っているものです。で、一応 F の設定は先ほどのと同じように Rn の部分集合 D で定義された関数という設定は先ほどの定義と一緒ということで省略しますので、F が D の点 A で、極限値アルファを持つとの、イプシロンデータ論法による定義を書きますと、任意の正のイプシロンに対して、ある正のデルタが存在しまして、で、P が D 上の点で、かつ、P と A の、距離ですね、P と A の距離がデルタより小さいならば、FP と α の距離、差の絶対値ですね。差の絶対値はイプシロンより小さくなると。こういう書き方をします。一応、この定義の意味するところを説明した方がいいですかね。この定義でこう、うん、そうだなって思える人ってどのぐらいいますか？逆によくわからんという人はどのぐらいいますか？はい、わかりました。じゃあちょっと説明しておきましょう。と、一応、もともとのこの Rn の中に、集合 D があって、でその中で、A という点があって、で、P という点もあるとします。で、これを、F で移しますと、今度は数直線上に、例えば F の P とか、それから α というのが、こう移っていくわけですね。で、今ですね、この α の前後に、前後幅イプシロンずつのこういう回間を考えましょう。ですので、幅は合計で2イプシロンということになります。で、それに対して、じゃあ、どのぐらいこの P の点をですね、A に近づければ、その P の移った先は、この α に近づくかということを考えるわけです。で、ここで言っていることは、実は、じゃあ、ここの α を中心にして、こういう区間を作りましたと。こういう区間を作ったときに、実は、そのイプシロンの値に応じて、こういうデルタ、U デルタ A、こういう近傍を作りましょうと。そうしますと、この近傍の中に、こう P が、入っていさえすれば、これを P で移したものは必ずこの負荷の中に入るということを言っています。もう一度言うと、ここでその α を中心にこういう幅イプシロン、2イプシロンの区間を決めたときに、それに応じてうまくこのデルタ近傍というのを決めると、このデルタ近傍の中にこう P が入っていれば、それを P を F で移した点というのは必ずこの負荷の中に入ると。で、これをもって、その
F が D の点 A で極限値 α を持つという定義にします。そういうことを言ってるわけで、まあちょっとこれでまだ納得いってない人もいるかもしれませんけれども、一応ちょっと時間の都合もありますので、まあこれからこの後については、まあ、各自そうですね、まあ、僕に質問してもらってもいいし、あるいは演習の先生にも質問してみてください。で、今このようにしてその関数の多変数関数の極限というのを定義しましたけれども、そうしますと当然ながらその関数の極限に関する、まあ、基本的な性質というのがあります。で、皆さん1変数の時にもやりましたように、そのこれでもその多変数関数の極限に関する、基本的な性質を述べておきます。教科書は128ページの定理 4.1 です。D を N 次元ユークリッド空間の部分集合とします。それから、まあ、F と G をそれぞれその D から R への関数とします。で、これとはそれからと、これらがその D の点、ある点 A に対して、FP の極限値、P を A に近づけたときの FP の極限値は α と。それから、P を A に近づけたときの GP の極限値が存在して、これを β。とするとき、次は成り立ちます。これから書きますね。まず最初1番目は、この極限値のその和と定数倍に関する性質なんですが、まあ、C と D を実数とするときに、こういう新しい関数を作るわけですね。FP の C 倍と GP の D 倍の和と。でこういう新しい関数を作って、この点 P を A に近づけていくと、まあ、その極限値が存在して、でしかもそれは α の C 倍と β の D 倍の和になると。まあ、一見当たり前のような性質ですけれども、一応こういうことが成り立つというのが一つ目です。
で、2番目。2番目は、その、今度は関数の積と極限値の積に関する関係で、今度は FP と GP の積を、によって新しい関数を作ります。で、この関数で、この P を A に近づけていったときの極限値というのが、実は、まあ、アルファとベータの積に等しいというのが、2番目の性質です。で、まあ、掛け算とくると、多分まあ、皆さん割り算、次に来るのは割り算かなと類推するかと思いますけれども、3番はその、そうですね、小に関する性質で、D の原 P に対して、まず GP が0にはならないという仮定をします。かつ、この GP の極限値ですね、今仮定している GP の極限値がもう0ではないという仮定をします。で、この時に、GP 分の FP という新しい関数を作って、で、その極限値を調べますと、実はこの極限値も存在して、ベータ分のアルファに等しくなるというのが、まあ、3番目の性質です。まあ、以上が、大体これは1変数関数の極限値とほぼ同様の性質だと思いますけれども、まあ、基本的な性質として挙げられますので、確認しておいてください。で、この関数の極限値の中でですね、多分皆さんが一番必要だと、必要にしそうなことは、その、具体的にその関数と点が与えられるときの、その極限値が存在するかとか、あるいは極限値はいくつになるかっていうのをどうやって計算するんだっていう、そういう話になると思います。で、一応その具体的な極限値の計算というのは多分計算法ですね。こうきちっと正しくうまく計算できる計算法を多分皆さん一番知りたいと思いますので、思いますけれども、まあ、個々の問題をいろいろやってるとなかなかその講義の方は時間的に難しい面がありますので、まあ、具体的な問題は演習の方で取り組んでいただきたいと思うんですが、ここではその極限値がまあ存在するとかしないとか、そのいう判定をするためのいくつかの基本的なパターンを紹介しておきます。で、まず最初にその極限値、例えばこの関数与えられて、この関数の極限値を求めなさいと、もしくはそのこの関数の極限値がまあ、あるかないかを示しなさいということをこう問題として出ることがあると思うんですけれども、その時にその極限値が存在しない場合のその示し方についてざっと簡単にアウトラインを説明します。
で、極限値が存在しない場合は、その基本的な示し方としては、その xy の点ですね、複数の方向から xy の動かして、で極限値を求めて、でそれらが一致しないことを示せっていうのが、あの一般的なやり方です。で、このルートしましては、ちょうどあのこの時間にですね、先ほど計算しました例が、あのこの例の一つですので、皆さんあのもう一度確認してみてください。一応そのどこに出たかというのを一応確認しますと、教科書の128ページの例題 4.2 の括弧1ですね。で、まあ、今日の授業でやった通りですので、もう一度確認してみてください。それから今度はその極限値が存在する場合にどうやって求めるかっていう話をちょっと説明したいと思います。で、これは一応ここでは二通りやり方を紹介しますけれども、まず最初のやり方としては、括弧 A と書きましたが、その、X や Y の、先にじゃあちょっと例題を見てみますけれども、この場合は、教科書128ページの例題 4.2 の括弧2の場合ですね。これ例題ですので、教科書の解き方が載っています。で、この教科書の解き方を見ますと、その例えば X とか Y の絶対値をですね、三角不等式などを使って、その、上階を不等式で評価していくんですね。で、不等式で評価していって、で、上から評価している評価式が、ある極限値に収束することを示すという方法があります。ちょっとなかなかね、文章ばかりで大変だと思いますが。
一応この辺のやり方についてはその決まった公式というのはなくて、そのやはりその問題問題に合わせたその不等式の評価というのが必要になりますので、詳しいことについてはまた演習の授業などで、演習の先生ですか、TA の人に聞いて、気軽にやってみてください。で、もう一つの方法としましては、この xy をですね、極座標形式で表しまして、それで上階を r のみに依存する形で表すと。で、これは常に有効というわけではないんですけれども、特にこれは原点にこう点を近づけていった時のその極限値の存在を示すのには役立ちます。で、ちょっと例題を一つ示しましょう。分子が2x 三乗マイナス y 三乗プラス x 二乗プラス y 二乗で、分母が x 二乗プラス y 二乗、こういう有理式で x と y をこう原点に近づけていった時の極限値が存在するかどうかっていうのを調べるわけなんですけれども、まず最初に、手始めにですね、その y 軸に沿った極限値とそれから x 軸に沿った極限値をちょっと求めてみます。で、 y 軸に沿った極限値はこの x に0を代入すればいいですので、これはマイナス y プラス1だけが残って、それで y に0を代入しますから1になります。で、次に今度は x 軸に沿った極限値を求めてみますと、今度はこれ元の関数に y に0を代入して、極限値を求めますので、これは 2x プラス1ので x を0に近づけた極限値となります。で、これも1となります。で、ここまでの段階でこれだけでその極限値がこの関数はですね、極限値が存在するとは言えないんですけれども、もし極限値を持たなければ、この段階ですでに極限値に異なっている可能性がありますので、ですので、この二通りで極限値が等しければ、もしかしたら、この関数は原点で極限値を持つかもしれないということが想像できるわけですね。で、もし極限値が存在するならば1だということも言えるわけです。で、今度はじゃあ、x イコール、コサインシータ、y イコールサインシータを代入して、fxy と1との差を評価します。
そうしますと、こうなんですけれども、まずこれをこう直して、で、あとちょっと時間が押しているので、全部はできないかもしれませんが、今度はこれ、ここでその x と y にそれぞれ x にコサインシータを代入して y にサインシータを代入すると、そうすると結論としてはこれ最後には 2r プラス r というこの r だけの式に上から評価することができます。で、これで、x と y を原点に近づけるってことは、この r を0に近づけるってことを意味しますので、これが0に近づくと。あ、じゃあ、いいのか。そうですね、0に近づくと。で、これが0に近づくということは、この fxy が1に近づくってことを言っているので、まあ、最終的にこの関数は、xy を原点に近づけたときに、その極限値1を持つと結論付けられます。なお、皆さん多分この部分が一番気になると思いますが、ちょっとこれは各自で考えてみてください。一応、講義ノートは、この授業が終わってからアップロードします。そこの講義ノートには答え書かれていますので、一応ちょっと自分で考えて、また確認をしてみてほしいと思います。ここまで何か質問ありますでしょうか。あ、まだ打ちますかね。それでは大体時間にちょうどチャイムが鳴りましたので、じゃあ次回は連続関数の話から始めたいと思います。それでは皆さん、今日はこれから良い時間をお過ごしください。どうもお疲れ様でした。はい、あ、そうですね、はい、ありがとうございます。すいません、1箇所抜けが、2箇所抜けがありまして、ここ、x は r コサインシータで、y が r サインシータでしたね。はい、ありがとうございます。ここを直しておいてください。はい、どうもありがとうございました。